オーリン・デウィット・タルマッチ・ジョンストンはアメリカ合衆国サウスカロライナ州出身の民主党の政治家。彼はサウスカロライナ州知事を1935年から1939年、1943年から1945年の2期を務め、1945年から1965年までは合衆国上院議員として州を代表した。ジョンストンは サウスカロライナ州ホネーパス近くで生まれた。1913年、ジョンストーンは、繊維産業大学、現在のスパータンバーグメソジスト大学に入学し、ちょうど1年で卒業した。1915年、彼は、ボフォード大学に入学したが、第一次世界大戦中のアメリカ陸軍への兵役のため、彼の勉学は中断された。彼はフランスで第42師団。 レインボー師団で軍曹として務めた。戦後、ジョンストンは、ォフォード大に戻り、1921年に卒業した。彼は、サウスカロライナ大学法律学部に入学し、1923年に民主党員として、アンダーソン軍を代表して、サウスカロライナ州会員に選出され、一期を務めた。彼は1927年にもスパータンバーグ軍から、 州会院議員に選出されて2期を務めた。若手議員として、ジョンストーンは、州のセミ工場の労働者を擁護し、彼の大きな成果は、工場村に下水道を敷設する、要工場を主に要求した法律を守ったことだった。1930年、ジョンストーンは、彼の最初の知事選挙運動をして、予備選挙で候補者名簿をリードしたが、 決戦投票でおよそ1000秒の差で敗れた。敗北に阻止されずに、ジョンストーンは、再び立候補し、1934年に、サウスカロライナ州知事に選出され、一期を務めた。就任して、ジョンストーンは、州の織物労働者を支援する一連の法案を提案した。熱心なニューディール政策の支持者のジョンストーンは、ローカントリーの議員が、 支配的な州上院で敗北にあったのみで、彼の立法計画を州会院で何とか可決させた。サウスカロライナ州の歴史で、知事と立法府の間の最も有名な戦いとなったこととして、ジョンストーンは、強大な州ハイウェイ委員会の多くの委員を、解任しようとした。委員たちが離任を拒否した後に、ジョンストーンは、ハイウェイ家のオフィスを占拠するために州兵を動員した。 最終的に、ジョンストンは、ハイウェイ委員会との戦いに敗れて、すでに悪くなっていた、立法府との関係で激しく傷ついた。ジョンストンは、知事の官職が一度も奪還しなかった、ハイウェイ委員会理事の任命の権力を失った。彼の任期の間、彼は、州で、初の労働家と初の産業委員会を創設し、彼のリーダーシップのもと、広範囲にわたる、 田舎の殿下計画に着手した。1938年には再出馬することができず、ジョンストーンはアメリカ合衆国上院選挙でコットンエド・スミスに挑戦した。こうじてスミスはニューディール政策の反対者として、そしてジョンストーンはその強力な推奨者へなったために選挙戦は国民の関心をもたらした。スミスは フランクリン・ルーズベルト大統領が排除しようとした上院議員の一人であった。最終的にジョンストーンはスミスとの戦いに敗れた。その後ジョンストーンはジェームズ・ F ・バーンズの席を争う1941年の上院特別選挙に立候補しバーネット・アール・メイバンクに敗北した。ジョンストーンは1942年に再びサウスカロライナ州知事に新章で選出された。 第二次世界大戦の勃発は、労働問題が、ジョンストンの二度目の人気を際立たせないことを意味した。彼の二度目の人気中、ジョンストンは、サウスカロライナ州民主党を民間団体とすることで、スミス対オールライト裁判の判決を回避しようとした法律に、署名をした。彼は、彼の合衆国上院の儀を受け入れるために辞職した1945年1月3日まで、勤めた。 1944年、ジョンストンは上院に選出され、1938年の選挙戦の再選でコットンエド・スミスに勝利した。ジョンストンは3度再選し、彼が死亡した1965年まで務めた。彼は現在は存在しない郵便委員会の議長を数年間務めた。ジョンストンは他のディープサウス選出の上院議員ほどには保守的ではなく、 多くの経済問題で一般的な立場を保った。大部分の南部の民主党員と異なり、ジョンストンは1947年に半組合のタフトハートリー労働法に反対し、1964年の彼の在職の最後の丸1年で貧困との戦争とメディケアの両方に賛成した。しかし、ディープサウス選出のすべての他の政治家と同様、この間にジョンストンは、 人種の問題に伝統的ですべての公民権の立法に反対した。全国的に有名な人物ではなかったにせよ。ジョンストーンは故郷の州で非常にうまく定着した。彼は後に上院議員になる2名を破った上院議員としては唯一かもしれない。彼は1950年の民主党予備選挙でストロム。 サーモンドから1962年の予備選挙でアーネスト・ホリングスから挑戦を受けたにもかかわらず議席を保持した。どちらにおいてもジョンストンはよりリベラルな候補者であった。当時知事を務めていたホリングスは上院議員を北部の労働組合の幹部の道具として攻撃したが、それでもジョンストンは2倍の票差で彼を破った。 ジョンストンの娘のエリザベス・ジョンストン・パターソンは1987年から1993年までサウスカロライナ州第4会員選挙区から合衆国会員で務めた。彼女は1994年の民主党のサウスカロライナ州副知事の指名候補であった。ありがとうございます。